聞こえます？ NLE がダメだね。原因は NLE っぽいっすね。どうこんな時間にワープに放送見れるなんて。 NLE がバグってますね。 NLE のせいだね、これ多分。画面がね、映んないんだよね。ちょ、原因探すか。ダメだね。何使ってんの？グツグツしたんしろ。あ、これで行ったか。これで行ったかな。あー、オッケーオッケーオッケー。治ったっぽいな、これで。よし、設定、オーバーレイの設定でうまくいったかもしんない、これで。こんばんは。こんばんは。うまくいったっぽいな。これでいけたかな。あー、よかった。やったよ、映った、設定 OK だ、いけるべ。こんばんは、やるか。やっと治った。ノイズやばいな。ノイズやばない？ブーって言ってる。ノイズがやばいな。多分これでちょっとマシになるかな。やるか。ちょっと練習で、練習っていうかちょっとデータ取りたいな。データ取りだけでもいいかもな、今日。どうしようかな。今日さんこんばんは。タグッちゃんこんばんは。レジストさん、ブルーメロンさん。やるか悩むな、ちょっと。ドラクエさんから5になったんですね。いや、5の方がね、ちょっとね、面白いんだよな。5も面白くない？こんばんは。こんばんは。ちょっと5の練習していいな。青みかんさんいらっしゃい。お、青みかん、懐かしい。さあ、これブラウニーはあれなんだよな。痛恨ないと勝てねえな。闘技場と聞いてとんできました。はい、闘技場やります。勝てねえな。ここで始めましょう。ちょっと表示設定。こんばんは。戦闘のちょっと速度。こんばんは。倍率表をさ、完成させたいんだよね。5まだ全部完成してないから。どっちも面白いけど、ここは荒れる試合が多い。いや、荒れる方が面白いじゃん、だって。こんばんは、お久しぶりです。ケッケさんこんばんは。
ノイズすごいな。これでセーブしよう、一回。状態保存して。やっぱビアンカなんだな、嫁は。やっぱみんなビアンカ選ぶよな。オーバーレイの設定でなんとかなったわ。イオナズン覚えるしな。ちょっと今日さ、5のちょっとあの社長がさ、なんかやるみたいだから TA。 あ、ちょっとあびった。あ、ちょっと待って、失敗した。ブラザーが TA やるみたいだから、データ取りだけでいいかな。倍率のみんな調整でいいかな。調整でいい。ちょっと倍率調整しよう。ちょっとちょっと待って、調整したいな。倍率調整でいいな。アビカジノ、アビカジノ、オッケー。対戦カードデータあるからさ、これ完成させてえな。でみんなにさ、結構さ、みんなと一緒に作った方がいいかなって思って、俺が全部考えてもなって思うしな。今ね、半分ぐらいしか、半分も完成してないな。5やりてえからな。これみんな字は見える？字見える？見えます？見える？こんばんは。もうちょっと上から順番に行くか。これ5のデータなんだ。ぼやけてる。ちょっとキャプチャーすくる。これなら見える。見えないかな。これは見える。見える。あー、てかこれが治ったのがでかいな。はい、ちょ、検証していきたいからさ。気になる試合からいくか。倍率のちょっとみんな検証をちょっと一緒にやっていきたいなと。まあどれが勝ちやすいとか、ちょっとあのデータいただければな。なんかサイトとかも見てもね、載ってないんだ。ググっても載ってないんだよね、5は。なぜか4は結構さ、極限が結構やったみたいなデータ残ってるけど、5はさ、さあこれはさ、この試合トンネラー強いよね。かけなし。かけなしでちょっと調べようかなと。この試合、これみんなどこに貼る？みんなだったら。こっちの画面。倍率調整とか、ちょっと待って、しようか。トンネラーがね、確か一番タフい。あんまり食らわない。防御も高いし。で、腐ったしたい。そう、プレステ版買ってきた。やりてえから。腐った死体も。死体も勝つんだよな、結構。死体も結構勝つんだよ、この試合。倍率を考えたいなって思って。さあ、トンネラーが本命だね。社長のかと思った。エビラップラー笑っている。ちょっと遅すぎるな、表示速度。遅えな、ちょっと。もう何段階か上げるか。マジか。防御高いよ。
ちょっと遅すぎだな、これ。6ぐらいか。今からピッチされたね。オッケー。でもこれさ、プレステ2版のがいいよね。悪いね、悪い。ピッキーでかね。もっと実況してよ。いやー、まあ、トンネラーが、わー、でもルカに食らっちゃったから死にましたね。まあ、大本命ではある、トンネラーは。なかなか、リングは勝たない。昨日のがいいかも。ちょっと待って、これ表示速度ちょっと変える。いや、あんま早すぎても意味が分かんないから、ゆっくりめがいいんだよ。これちょっと遅すぎるけど、まあ死体勝ったな。ちょっと外で調整してくる。治りました。やっぱオーバーレイが理由でした。オーバーレイ。ちょ、7は遅すぎたな。6ぐらいだったな、昼やった時。66ぐらいだった。もう1段階。これぐらいでいい。うん、これぐらいがいい。ちょ、7は遅すぎて、6はこれぐらいでいいね。これぐらいだな。これぐらいのテンポでいい。ちょっと、間がある方がいいから。プレステ2版ですね。え、彼女ですか？それ聞いちゃう？聞いちゃいます？さっきのピッキーのやつ、ちょっと待って、ピッキーのやつ。ピッキーのやつな。いや、そんなことどうでもいいでしょう。ピッキー。腐った死体のやつか。あれ。エビルアップルのやつ、これだな。どれぐらいが倍率妥当かをみんなにね。まあリンゴが一番勝ちにくいよね。リンゴ何倍ぐらいいく？これ見える？遅いか。遅いけど、まあしょうがないよね。もう今年も2ヶ月ですよ。そうですね。ちょっと倍率決めよう。今の試合なんですけど、エビルアップルどうかな。エビルアップル何倍つけます？みんな。エビルアップルは勝ちにくいから5倍ぐらいつけますか。5倍だな。5倍つけるか。腐った死体とトンネラーが勝ちやすい試合だから、その2つはまあ倍率つけてもいいかなって思うんだよね。トンネラーが多分本命なんだ結局。まあルカニが入んなかったら基本的に強いからね。
1.9 だな。トンネラーが一番大本命で、腐った死体 2.2 ぐらいで、であとピッキーちょい勝ちにくいから 2.、 そうだね、だから 2.2 の2倍つけるか、2倍つけよう。 OK、 あんまり変わらないですか実力差。みんなで作っていきたい。エビルアップルでピッキーだけちょっと、まあ、3倍いきすぎだな。勝つからね全然ピッキーも。ピッキーこれじゃ張らないかな。3倍つけます、ピッキーに。ピッキー3倍だな。3倍いくか。 3.2 ぐらいいっとく。そうか、3倍きついかな。マルカニ次第だよね。じゃあピッキーどうしよう。実力差変わらない。じゃあここまあトンネラ一応本命だしな。 2.1 だな。こうしようか。 2.1 倍2倍。まあ死体とトンネラで、アビパチだ。そうアビパチこれ完全に。まあ殺したらピッキーにも貼るやついるよな。 3.2 倍ぐらいにしたらいいね。この3つに割れると思うからこれでいいかな。リンゴ6、まあ、5.3 ぐらいつけとく。まあこれでいいな。 OKOK。 いやピッキー3倍でいいや。3倍だな。 OK、よし次の試合行こう。試合で決めるみんな。アビパチのちょっと釘の調整な。釘の調整して、TA まで出たこの試合。これはどうかなみんな。この試合まあイエティ雄たけびあります。ドラゴンキッズ、まあキッズとイエティが勝ちやすいよなやっぱ。でドラゴンクエスト5のこの倍率って結構ゲーム内倍率結構ちゃんとしてるよね。マジでちゃんとしてると思うんだけど。3とかデタラメすぎるけどね。エビルプラントはまず勝たない。あでも結構攻撃力高いじゃん。無駄行動があるんだよね。へえ、まこといらっしゃい。だよね。あしぐれさんちょっと今日はやんないかも、ごめん。ちょっとだよね。あクックルも全然勝つんじゃんこれ。テンポこれぐらいでいいね。あれさあイエティ勝ち。まあこれはイエティとドラゴンキッズなんだよな基本的に。キッズも結構強いからね。調整しましょう。アビパチの調整、ドラゴンキッズのやつこれか。これだね。ガンガンとかの妹と付き合ってるってマジなん。目が回った。笑イエティが 2.2 倍のドラゴンキッズ 2.3 倍、クックル 2.8 のエビリプラント7倍。これいいか、これいいな、これぐらいでいいよな。遠投が有効になっています。遠投したくないときはご注意ください。全然これぐらいでいいかな。いいね、グルーかけそうな感じ。まあいいか、これはあんまいいや。で次いくか。今日ちょっと釘の調整してます今。釘の調整。ゴースト、マッドウィプス、ナイトウィプス、マッドプラントか。これはどうだ。あ、強えな、マッド。マッドプラント強いな、やっぱ。さあ、集中砲火受けて死んだわ。終了まであと5分になりました。
炎上しました。コアがいつ通りに立ってる感じなんやね。炎上に成功しました。で、動きをしてプレイヤーを更新するように思うに教えてあげてください。まあこれあんまあれだな、ちょっと有利ぐらいか。これはまあこの試合は全部均等に勝つよ。均等に勝つ、オッケー。まあマットプラントだけちょっと技がいっぱいあるから、まあちょっと低めにしようか。 2.2 倍にしよう。であとはゴースト 2.3 倍、ナイトウィープス 2.5 倍ぐらいでいいか。 OKOKOK。 2.3 にしようか。 2.3 の 2.これでいいか。OK。アドバイスいただけると、この試合はこれが勝ちやすいみたいな、これはこれがあるよみたいな情報も欲しいからさ。出た。これデスパロット、これ硬いの本当に。みんなこれデスパロットに貼ったんだよこれ。あ、議員さんちょっと今日はちょっと釘の調整だ。ごめん。やろうと思ったけどもう時間ないわ。TA が始まるから。それは助かっていいかな。これ絶対食らうじゃん。デスパロット強いよ、わら。いやこれ麻痺攻撃おかしいでしょ。麻痺が多い、わら。サブトップになりたい。あ、しぐれさんいいいいいいけど、てか強え、強すぎでしょ、何これ。麻痺、わらわら。はい、勝ち、わら。ボーナスステージですな、これ、わら。ちょ、この鳥せこいな。いや、またほぼほぼマヒルじゃん。マヒ率おかしいな。ワコです、用事あるの？でもこれ勝たなかったんだよ、これ昼やった時。 TR みたいだから。じゃあこれはディスパロットだな。デスパちょっと倍率を上げよう。倍率下げようか。マヒ強すぎ、わら。ディスパロット、しぐれさん、今からログインするから、よかったら、あの、ヒルズ219丁目来て、サブとフレ、オッケー。マヒルのすぎる、わら。3回。いや、だから、今日は、ムムメモヘヘさん。ちょっとごめん、タイトルがあれなんだけど、今日ちょっとあの5の倍率表を作ろうかなっていう枠に、はい、麻痺強えな、やっぱ。ドラクエ5の麻痺って58だからまず解けないでしょ。解けないね。送ってください、しぐれさん。じゃあちょっと今の倍率ちょっと変更しようか。どれだっけ、デスパロット、モーザ、デスパロット、イエティ、デスパークか。デスパロット1.8倍だな。 1.8 倍ぐらいでもいいな。強すぎるな、ちょっと。これ映ってる、デスパロット映ってる、映ってるね。イエティが、あとはな、モーザがそんな勝たないか。で、モーザ 2.3 倍あってもいいかな。いや、でも、いや、2.2、いや、2.2 だ。いや、2.3D か。まあ、デスパに集中するな。本当？で、1.6?強いのに倍率上げるの？いやでもね、やっぱ4択だからさ、やっぱ 1.6 倍だったらあんま張りたくなくない？ 1.8 でいいべ。死ぬ時もあるしさ、 1.8 でいいな。まあ大本命だから。あとはイエティ、イエ、まあ 1.8 でいいよ。イエティも勝つときあるからね、2.8 倍にしようか。イエティ 2.8 倍。
モーザ 2.5 倍にしよう。デスパロ 2.5 のデススパーク 3.8 倍。 OK だ、これでいいね。次行くか。 OKOK、 1個完成。 OK、 次行きましょう。うわ、これすげえ、初めて見たこの試合。こんなんあんの。え、これはどうだ、初めて見た。ダークマンモス、まあその都度調整すればいいと思うよ。ダークどうりでいいの。あれ、この試合ないんだけど。あれにバルーン、ドラゴンマット、この試合初めて見た。バルーン、ドラゴンマット強かったよね。ドラゴンマット、メッサーラ、ダークマンモス、これ初めての試合。で、一回見るか、普通に。メッサーラ勝ちにくいみたいだね。バルーンが弱い。バルーンが弱いんだ、これ。ドラゴンマット強いよね。わしづかみクソ強えよ、確か。弱いって弱い。あ、ひらめい、ひらめい、いいね。あ、ひらりと身をかわしていく。マンモスが死んだみたいに突撃したような、お前みたいな顔してるな。うるせえよ。こいつ先行しか放ってないぞ、メッサーラ。さあ、メダパに効かなかった。あ、ドラゴンマットタフいね。あー、ちょっとメッサーラ攻撃しねえな。あ、やばい。さあ、マットやられて、マンモスか、これ。あ、殴った。あれ、これメッサーラ勝ちそうじゃん。あ、勝ちそう。やられた。さあ、マンモス勝ち。これどうだ。いや、バルーンもそん結構耐えてたよ。いや、バルーンも言うて結構耐えてたでしょ、今。な、3発4発耐えてたよ。ちょ、メッサーラだけ勝ちにくいな。ちょっとなんか不気味な先行とか しまくるから。マンモスとマットが本命かな。そうだね、その2つだね。メッサーラちょっと穴だね、これ。メッサーラが、メッサーラって何やったよね。メッサーラはありえそう。バルーンはメダパにしまくるから。そうか、メダパにも、そうか、両方本命だな、じゃあ。しかもメダパにさんはやつきにくいっていうね、わら。武器出てるのにやるからバルーンはないぞ、わら。そうか、じゃあバルーン、じゃあ。お時間あるときに今日のお金すべて返してもらっていいですか。あ、いい、いいっすよ。オッケー、了解。今から返す、すぐ。すぐ返します。え、そして、しぐれさんはフレ飛ばしに来た。しぐれさん、フレになりたいんだったらちょっと来てください。219丁目に。ね、ムムメモヘヘが、チップ管理、ちまってよ。さっきのマットが一番に起きたのは140万ね。送ります。送りました。はい、次。まあ、マット強いな。ありがとう。ドラゴンマットが2倍でもいいかな。ドラゴンマット強いよな。まあ、ダークマンモスが 2.2 倍で、ドラゴンマットが 2.1 倍ぐらいで、2倍でいいか。2倍かな。2倍と 2.1 倍でいいか。
そんなもんだよ。まあ2択だもんねこれ基本。でも2倍じゃかけたくねえか。いやまあこう割れる勝負だから別にもうちょっと上げていいな。 2.2倍と2.3倍でいいな。そうしよう。割れる試合だから、こう割れない試合だったらちょっと下げるけど、まあ2つ候補があるんだったらって話だよね。でまあメッサーラって、まあ、バルーも一応ワンチャンあるべ結局。バルーン 5.5 倍ぐらいつけるか。いやバルーンもうちょっと上げるか。 5.8 倍でいいや。メッサーラ 6.3倍ぐらいにしようか。 OK、 これでいい。 OKOK、 ありがとう、ありがとうございます。しぐれさんありがとうございます。うん、この試合なダックカイトだけちょっとこういう穴だね。これはありがとう。これダックカイトだね。いや船になったらいいけど今日はちょっとやんない。 2GB さん、まあこれバルーンのどっちかがあれだね、勝つね基本的に。まあバルーンどっちかだねこれは正直。知らない。呪いのマスクって弱いの？目玉に結局何もできない。何もできない。ただ一回も食らってないですね。ダック書いて一回も食らってない。我に返った。ダック回転やめて、まあバルーンどっちかだな。でもこの試合やります、この試合みんな。バルーン A、B で分かれるとさ、あんまり面白くなくない？どうかな？こういう試合もあり？これ張りづらくないこの試合。まあバルーン AB2.5 倍。あマジで、じゃあバルーンどっちも 2.5 倍だな。でダックカイトだけちょっと5倍だね。ダックカイト5倍の呪いのマスクが、マスクのは勝ちやすいもんな。じゃあこれ6倍か。ダックカイト6倍、呪いのマスク5倍ぐらいか。これでいいか。こんなもんだな。オッケー、ありがとう。じゃあ次。次行きます。ありがとう。これデータ取り大事。超重い。重い。パソコンが重すぎる。ダメだ、パソコンが重い。あーダメだ、もうまあいっか。そうだ、そうやろうと思って、それはうん。あーこれどうだ、これどう、死神兵、まあ、これドラゴンマット本命だな、この試合は。これ超強かった気がする。ドラゴンマットだけなんか異次元に強かった気がする。死神兵が辞典だね。やっぱ倍率通りだね、結構。結構倍率通りだね、あれは。5は。へえ。さあ、わしづかみ。ダックカイトちょっと無理か。あ、かわした。
ちょ、ジジイ寝てるだけってマジ。おい、ジジイ。さ、サミダレ好き。さ、ジジイやられて。あれ、死神兵勝つか、これ。おいや、やっぱマッド強えな。あ、でも耐えた。おい、強えな、やっぱマッド強え。ドラゴンマット強すぎる、ちょっとこれ。この顔キモいんだけど。マット破壊力だ、鬼。これドラゴンマット本命だね。これだ、ドラゴンマット 1.9 倍ぐらいにしてる。仲間にした時もすぐそこ戦力になるもんね。マット外れの暴力では引き抜けば内包されるかな。ドラゴンマット 1.9 倍。死神兵、まあ死神兵も結構勝ちやすいから 2.5 倍でいいな。 1.8 だな、これ強いわ。ダックカイト 4.5 はやりすぎかな。どう、ダックカイトと魔法ジジイどうかな。死神兵はこれでいいと思うんだけど、 2.5 倍ぐらい、まあ勝ちやすいから。ダックカイトと魔法ジジイの倍率だよな。ジジイは勝たない。ジジイとどっちが勝ちやすい。それぐらいじゃない。それぐらいでいい。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ次行こう。まあ、要点が抑えられていればいいや。出た。これどうなん。これはどうすか、この試合。でもやっぱはぐれメタルが一番有利だよね、言うて。ダメよ。あー、ごめん、映ってない。これはぐメタ、これはぐめた有利だよな。どれも勝つよな。え、今何も映ってない。映ってるでしょ。ライダーにかけてる。ライダーだったき、だって呪文効くじゃん。微妙じゃない。ただな、ジャンプ切りみたいなのに2与えた気がする。流れる場合もあるよね、この試合。あれ、意外に通る攻撃が。あれ、普通に殴り合ってる。さあギラ、さあメラ効かない。ペロリン。さあやられていく。やっぱ呪文食らうのはきついよね。あれ、メタスラってこんな HP あんの。まあまあまあ、そりゃそうだよな。まあハグメタがって、まあ一応本命っちゃ本命だよね。ハグメタ 1.8 倍、ハグメタ 1.8 だな。ハグメタ 1.8、 その次メタルライダーとどっちが強いかな。メタルライダーとどっちが強い。メタルスライダー、ハグメタだよな。 1.8 倍でいいな。結構大本命だし、メタスラちょっと穴だな。メタスラ、メタルライダーの勝ち筋が呪文少ない時しかないからな。これのメタあるか分かんないからハグメタ行きもするけど。いや、ハグメタ有利でしょ、だって言うて。言うてハグメタ有利じゃん。そうか、じゃあハグメタ2倍いく。まあ難しいなこれ。3倍、 3.5 倍。だよな、ハグメタ 1.8 ぐらいでしょ。で、穴でしょ、ここが。
1、6でいいと思う。今やりすぎはぐれたほどほどだと。だよね。メタルライダー3倍ぐらいかな。でも3倍とかだったらみんなこっち貼るよね。で安定の人はこっち貼るし、まあ夢見る、まあそんな勝てないわけじゃないから、この2つも。まあこれでいいな。こんぐらいだよね。ライダーがちょっとユリカぐらいです。しょう。いっか、これはこれでいいや。まああと調整すればいいし、やって決めるか、もうちょっと。じゃ次の試合。ありがとう。なんかデータ取りに参加してくれてる方、ありがとうございます。はい、次。出た。これはどう？これ、フォースデビルだっけ？フォースデビル、メラミがあるんだよね。ライダー、ジャンプ切りがある。突撃兵もなんか突撃みたいなのあった気がする。見てみよう、ちょっととりあえず。殴り合い。あー、スカラがあるのか。でかいな。スカラはでかいね。突進。あー、でもスカラ入ったけどそんな変わんない。さ、メラミってメラミ強えな。クソゲーじゃねえかよ。あ、メタルライダー勝ちそう。あ、でも突撃入る。あれ、メダル勝ちそうだよ。ベホイミ、あ、ライダーベホイミあんじゃん。全然勝つじゃんこれ。あれ、ライダー勝つ。え、ライダー一番倍率高いんだけどな。勝っちゃった。まあメラミゲーだな。ライダー11倍ついてたけど勝ったな。突撃兵のやつ。そうだね。そのパターンあるか。フォースデビルのやつ。これだな。え、これじゃない。違う。フォースデビル。ビッグスロース。あった、あった、あった、これだ。南、どれもワンパンじゃね。でもフォースデビル硬いかな。どうかな。メラミ次第。まあでもスカラある分ちょっと有利だよな、ビッグスロースは。35分らしいです。80くらい HP が。でメタルライダーもベホイミあるから、そう4倍つくことでもないと思うんだよ。 3.5 倍ぐらい妥当だと思うけど。あと突撃兵 3.2 倍ちょっとやりすぎかな。 2.8 ぐらいでいいと思う。突撃兵も結構 HP 高かった気がする。今の見てたら試合結構タフかったから。ありがとう。まあ、言うてホースデビル有利だよな、メラミがある分。まあでも 2.2 倍ぐらいでいいかな。まあでビッグスロースもちょっと下げるか。 2.3、 いや 2.3 かな。いや 2.5 だな。 2.5 でいいね。 2.5 ビッグスロース 2.5 倍、ホースデビル 2.2 倍でいいね。で突撃兵 2.8 倍のメタルライダーだけちょっと。じゃあどう始まったらアビカジの終わり。アビカジの終わりです。いやでもなんか別にすぐはいかないか。突撃兵160でワンパンだったわ。じゃあダメだな。じゃあホースデビルが強えな、やっぱ。じゃあやんないよ、朝6時から。
やらないよ、朝6時から。偉いじゃん、もう寝るよ。もうなんか救えない気がするね、早く。明日アビカジノダメ？65でワンパン。メタルライダーもワンパンでしょ。じゃあどこにメラミが飛ぶかだな、マジで。メラミゲーだな、まあ、メラミ持ってるホースデビル有利だやっぱ。ということで、まあいいか、これはこんなもんだな、倍率は。次の試合行こうか。さあ次、まあこれはまあ殴り合い、単純な殴り合い。これわかんねえな。これはどうだ、リントブルム、キメラ、ダックカイト。キメラがホイミがある分有利かな。キメラ有利。いやまあこれ常闇忍者軍が集まれば勝つけど、ラリフもあるな。あれ勝っちゃった。どれも勝つなこれこれどれも勝つ試合じゃない。これどれも勝つ感じだな、これは。いやー、どれも勝つんじゃない？キメラ検証枠。キメラ 1.8 じゃないな、さすがに。まあ、キメラ 2.5 キメラ 2.5 倍ぐらいかな。ピンと、笑。2.5 全部 2.5 でもいいかな。どれも勝つしな、これいいや、全部一緒でいいや。じゃ次行くか。あでも埋まってきた、だいぶ。まあこういうちょっと面白い、ありがとう。これやったな。これはわらしが強え、やっぱこれ。コインクソあるな、このデータ。わらしかな。 2.5 って倍率ないな、わら。ランマがいないの仕方がわからないとか放送してる、わら。これわかんねえな、ただの殴り合いだと思うけど。やんない、今日はやんない。わらし買っていく。わらしが強い、これ。わらし安定。じゃあわらし、ちょっわらし 1.8 倍。そんなでも2倍あってもいいよな。わらし2倍ついてもいいと思うんだよね。であとゴースト、この辺が何をしてくるかだな。別に何もないよな、一緒ぐらいじゃん。あとゴーストはちょっと弱いかな。ナイトウィプス、
まあ、ゴーストはちょっと 2.8 ぐらいでいいか。こんなもんかな。延長しました。延長に成功しました。F5 起動してプレイヤーを更新するように主に教えてあげてください。ありがとうございます。次、まあ、ワラシ安定 OK、 これいいかな。これわかんない。マドルーパーが、マドルーパー、ドロヌーバー、メガト1、ゴースト19、ワラシ22、HP1?1 って何？わら17か。じゃあウィープスが勝ちにくいのは OK だね。スカルサーペントは、てか71個目さん、それどこに書いてある？それ見ながら決めたいんだけど、検証しなくて。さ、サイト貼ってもらっていい？サイトから見てんの？それともモンスター図鑑で見てんの？ありがとう。そのサイト見りゃいいんじゃない？え、みんな3と5どっちがいい？欠けてる側どうなん？欠けてる側どうなん？え、なんかダメなんだけど。え、なんかその指定した URL 見つかりませんってなる。 URL それダメなんだけど。なんて検索した？検索ワードは？ URL ダメ。それなんか、間違えてない？途中で切れてるから URL 間違ってるっぽいな。ウラルちゃんと貼って。ドラクエ5突撃性能はずで調べたら、ドラクエ5通り数確率で出てこない？いろいろ。俺結構検索したけど出なかったよ。そう、今ある省略。あ、これか。あ、いい、いいね、これ、これか。これいいぞ。これいいな。あ、これいいな。いいじゃん、これ。こっちの方が見やすい。これでいいな。HP も乗ってるし、なんか。あ、これで確認しながら。あ、OK。ありがとう。で、これで決めるわ。これ見て。HP も乗ってるね。全然 DS 版でもあんま変わんないっしょ。じゃあ一旦放送終わります。ありがとう。これ見ながらちょっと設定しとくわ、うまい具合に。ありがとうございました。で、あと TA あるみたいだから、 TA の時